マニー・ラミレス。マヌエル・アリスティデス・ラミレスオネルシーダ。マヌエル・アレスタイデス。マニー・ラミレッツはネルシーダ。1972年5月30日イは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手、外野手、指名打者、野球指導者。台湾球界での登録名は、マンニ、マンニー。日本の独立リーグでの登録名はマニー。 MLB 歴代ドミニカ共和国出身選手として2番目に多い打点を記録しているドミニカ共和国のサントドミンゴで生まれ13歳の頃に家族とともにニューヨークへ移り住むジョージワシントン高校へ入学し野球部に入部当初ボールを打つことができずコーチから投手を進められ投手として野球を始めた 当時憧れていた選手は母国ドミニカ出身でトロントブルージェイズの手法として活躍していたジョージ・ベルだった。バッティングにこだわりのあるラミレスは毎日早朝を練習を続けボールを打てるようになってコーチに打者転向を直訴し打者へ転向。2.3年の時には打率6割を記録し3年生の時にはニューヨーク市の最優秀選手に選出された。 6月のドラフトで、クリーブランド・インディアンスに一巡目、全体13位指名を受け契約金25万ドルで、入団。は、ルーキーリーグで59試合に出場し19、本塁打、63打点で2冠王となる。他にも打率、326で3位、超打率、塁打数でもリーグ1位、4試合連続本塁打を記録するなどし、 ベースボールアメリカにショートシーズンプレイヤーオブザイヤーに選ばれている。2は 1A でプレー。この年は怪我による欠場もあったが、5月1日から6月30日にかけて47試合で47打点を記録するなど活躍した。は AA 級と AA 級で129試合に出場し打率333、31本塁が 115打点を記録。9月1日にメジャーへ昇格した。翌日のツインズ戦でメジャー初出場を果たす。デビュー戦の成績は4打数無安打に終わるが、翌日のヤンキース戦では、メジャー初安打に加え、メジャー初本塁打も記録する。この日は4打数3安打、2塁打1、本塁打2、打点3、得点3であった。この年のメジャーでの出場は22試合。 ダリズ、172HR5 打点を記録。この年のマイナーリーグオブザイヤーに選ばれている。2メジャーに定着し、アンダス、二塁打、本塁打、打点など、ほとんどの打撃カテゴリーで、アリーグの新人中にくらいの成績を上げ、アリーグ新人王投票でも2位となる。2インディアンスの外野の定位置を確保、右翼し137試合に出場。 5月には打率394、11本塁打、27打点、82塁打の成績で初の月間 MVP を獲得。8月4日のホワイトソックス戦では自身初の満塁本塁打を記録。また、監督推薦による初のオールスター出場を果たし、チームのワールドシリーズ進出にも貢献した自身初のワールドシリーズで本塁打も記録したが、 ブレーブスに2勝4敗で敗退。レギュラーシーズンの成績は打率30。308 31、31HR、107打点でシルバースラッガー賞初受賞。ちなみに、23歳以下で30本類が100打点を記録した選手は、大リーグ史上25人目、チーム史上2人目、アルバートベルトともに放った、本類打の合計81本は、 コンビ合計本塁打のチーム歴代新記録出る。また、チームと2000年シーズンまで4年の延長契約を結んでいる。は、リーグトップタイとなる年間3本の満塁本塁打を記録。また、アリーグ最多となる19のガイア補殺を記録。は、チームの2年ぶりのワールドシリーズ進出に貢献した7戦でマーリンズに敗退。は、前年から 打率は下がったものの本塁打を量産し、監督推薦により2度目のオールスター出場を果たす。特に、シーズン終盤の打撃は、9月15日のブルージェイズ戦に試合3本塁打、翌日にかけて4打数連続アーチ、さらに9月15から19日の5試合で8本塁打を記録した。5試合で8本塁打はのフランク・ハワード以来史上2人目。 アリーグ MVP 投票では6位に食い込んだ。また、この年の日米野球のメンバーとして訪日し、特大の本塁打を放っている。は、打撃が好調で本塁打と打点を量産、シーズン200打点を記録するのではと話題になり、オールスターにも初めてファン投票で選出される。9月30日のブルージェイズ戦、それまで161打点を稼いでいたラミレスは3、ランホーマーを放ち、 1936年に、ハルトロースキーが記録した、シーズン162打点のチーム記録を更新する。結局147試合に出場し、打点王となる165打点の成績を残す。160打点以上は1938年に、大打者、ジミー・フォックスが175打点を記録して、以来61年ぶり、2年連続の130打点以上は、 インディアンス史上初であった。また、1試合あたり1.12打点は1931年のベイブ・ルース、1935年のハンク・グリーンバーグに並ぶ歴代10位台。打者の三冠部門において、すべてアリーグ5位以内に入る活躍で、この年に設けられたハンク・アーロン賞、2度目のシルバースラッガー賞を受賞、MVP 投票でも3位となる。 4月9日のデビルレイズ戦で通算205本塁打を放つも5月にメジャー昇格後初めて故障者リストに入る39試合ぶりの復帰からシーズン終了までに71試合で打率371、25本塁打、75打点と活躍するが彼の長期離脱はチームに大きく影響しインディアンスはポストシーズン進出を逃してしまう 自身は6月18日のアストロズ戦で通算1000本安打8月15日から9月5日まで自己最高となる20試合連続安打を記録4度目となるオールスターにファン投票により選出されているまたこの年のオフに FA となるラミレスの動向はシーズン前から注目されており彼のシーズン最後の打席では 地元ファンによる残留を求める熱烈な声援が送られた。彼はこの打席で特大の本塁打を放つが、結局これがインディアンスでの最後の打席となる。FA の超目玉であるラミレスが示した希望額は8年1億6000万ドルという破格の金額であった。また、長くプレーしたいと思っていたラミレスは将来的に DH になることを考えていたためや、 D のチームを希望していた。これに対しアンキースをはじめ複数の球団が獲得の意思を示したが、最終的にはラミレス自身がプレイしたインディアンスとラミレスの希望額の満額を唯一提示したレッドソックスに絞られた。インディアンスは球団の方針として一人の選手に対してチームの合計サラリーの29%を超える年俸は支払わないことを決めてたためその範囲で 支払える満額をオファーしていたが、ラミレスの希望額には及んでいなかった。結局、悩み抜いた末にラミレスは、レッドソックスを選択、会見で、レッドソックスのユニフォームに袖を通すと、ヤンキースが勝つのはもう見目飽きたとコメントし、打倒ヤンキースを誓う。この、ラミレスの契約は、アレックス・ロドリゲスの10年2億5200万ドルに、次ぐ大型契約であった。 2レッドソックスへと移籍した、ラミレスのオープン戦での成績は打率。138、本塁打は1本と不振だったが、レギュラーシーズンに入ると、開幕戦からヒットを放った。また、本拠地フェンウェイパーク初打席では、初球を打ち、3ランホームランとした。移籍後初のヤンキース戦では、延長10回に、マリアノ・リベラから2点タイムリーを放つなど、4月は打率。408、 QHR31 打点の活躍で月間 MVP を獲得する。優勝、個人タイトルは逃したものの、ノマーガルシアパーララ主力の怪我人が相次いだ、レッドソックス打線を引っ張り、MVP 投票では9位にランクされた。また、シーズン前、伝統のレフトか DH かと話題になったポジションは、55試合で、レフト、それ以外は主に DH であった。 5月11日のマリナーズ戦で3回に味方のヒットで2塁から一気にホームへ突入するがヘッドスライディングの際に手の指を骨折した。結局、故障者リスト入りしてしまうと39試合の欠場を余儀なくされ復帰後も不調で打率を310まで下げた。しかし夏場には本来の調子を取り戻し8月の月間打率は373。 特に8月13日からシーズン最終戦までの44試合では打率414を記録しシーズン通算で打率349を記録し初のアリーグ首位打者を獲得するさらに119試合の出場にとどまりながらアリーグ9位となる33本類が打点は107で5度目のシルバースラガー賞を獲得し MVP 投票でも9位につけたまた この年6度目のオールスター出場も果たしている。4年連続となるファン選出。打率は一輪差でアリーグ2位。本塁打は7位で185安打も自己ベスト。5年連続6度目のシルバースラッガー賞を受賞。MVP 投票でも6位につける。オールスターにも先発出場を果たした。この年、チームメイトのデビット・オルティーズ、トロット・ニクソンとは、それぞれ9回ずつ。 アベックアーチを記録しており、年間の回数では、チーム歴代5位体である。シーズンオフ、球団に、アレックス・ロドリゲスとのトレードの動きがあったが、成立寸前に破断となった。は43本塁打で、初のアリーグ本塁打王となり、打率、打点、本塁打の打撃主要3部門べてを獲得した打者となる。30本塁打、100打点以上は7年連続。この7年では他に、 アレックス・ロドリゲスだ。満塁弾も2本放っており、通算17本は、歴代5位。当時の現役では、ロビン・ベンチュラに次ぐ2位。7度目のシルバースラッガー賞を受賞、MVP 投票では3位。8度目のオールスターでは、ロジャー・グレメンスから2ランアーチを放っている。また、同僚のオルティーズとは、アリーグでは1931年のベイブルース、ルー・ゲイリックのペア以来となる。 共に3割40本類が100打点を記録したペアとなり、大リーグ史上初の共に40本類が42類打を記録したペアとなった。この年、米国籍も取得している。プレーオフでは、全14試合に出場し60打数21アンダー打率。3 5二本類が11打点を記録。自身3度目となる、ワールドシリーズでは17打数7アンダー打率。 412、1本類打、4打点と活躍。第3戦では、ジム・エドモンズの飛球を取ると、すかさず本類へ、ダイレクト送球、見事に、ラリー・ウォーカーを仕留めるファインプレーなどでチーム86年ぶりの、予選派に大きく貢献し、ワールドシリーズ MVP に選出されている。は9度目のオールスター出場、5年連続ファン選抜、8度目の、 シルバースラッガー賞受賞、MVP 投票では4位につける。歴代8人目の8年連続30本塁が、100打点を達成。12.3打数に1本の本塁打率、3.8打数に1打点の打点率、外野補殺17は、すべてア・リーグ1位。グランドスラム3本は、ア・リーグトップタイ。 通算万塁本塁打数を22伸ばしゲイリークの23本に次ぐ歴代2位としている。本塁打はアリーグ3位、打点は2位の記録である。この2シーズン2004年2005年のオルティーズとのコンビは強打を誇り2年で打った合計の本塁打は共にメジャー最多の88本、打点はオルティーズがメジャートップで計287打点、2位が ダミレスで274打点を記録。これらの数字はから1931年に、ルースが 49HR153 打点と 46HR163 打点、ゲイリュックが 41HR174 打点と 46HR184 打点を記録して、以来の数字である。ちなみに二人ともに2年連続 40HR は、球団史上初。また、 5年だけでも、2人で、K92HR は、球団新記録、K292 打点はのテッド・ウィリアムズと、バーン・ステフェンズが記録した318打点、159プラス159、15次、チーム歴代2位、共に40本類が、140打点以上は1931年の、ルース、ゲイリック以来となるメジャー史上74年ぶりの記録であった。 その一方でラミレスはシーズン前半からトレードを要求し、球団側もニューヨークメッツやボルチモアオリオールズなど数球団とトレード交渉を進めるが破断に終わっている。また、第1回 WBC ドミニカ共和国代表に選出されていたが大会直前になって辞退した。は8年連続9度目のシルバースラッガー賞。 開幕から16試合本塁打なしと出遅れたが、6月10日のレンジャーズ戦で、史上31人目となる通算4 5 5本塁打を達成。7月1日のマーリンズ戦では、通算2000本安打を本塁打で達成した。さらに8月3日のインディアンス戦では、史上46人目となる1500打点を達成するなど、節目となる記録が相次いだ。また、 7月15日から8月12日まで27試合連続安打を記録した。オールスターにファン投票で外野手1位の得票を集めて選出されるが怪我のため自体。8月中盤には打撃3部門いずれも5位までに入るなど安定感を見せていたが、右膝を痛めて休みがちとなり、チームのプレーオフ進出が困難となった8月終盤以降は、 数試合に出場するのみであった。前年に引き続き主に4番打者として出場したが、3番、オルティーズが54本塁が、長打率、636という成績だったこと、また5番にそれほどの打者がいなかったことで、彼の打席は、オルティーズの一発で走者がいないか、走者がいても一塁が空いていれば、死球で歩かされることが多く、彼にしては、打点数が伸びず、一方で、 出塁率はトラビス・ハフナーと並ぶメジャートップの439、四死球も少ない出場試合数で自己最多の100に上った。オフにはやはりトレード騒動が持ち上がった。チームが松坂大輔取得にあたって要する多額の資金をラミレス放出で埋め合わせするのではないかとの憶測の元、ドジャースやジャイアンツなど具体的な球団名と共に盛んに報道されたが、12月に 入り、結局残留の方向で落ち着いた。シーズン当初不調に陥り、4月は20、202、3本類打、13打点であった。5、6月は持ち直し、共に、月間3割を超える打率を残したが、打点と本類打は定調のまま推移。結局、284、11本類打、45打点で、前半戦を終えた。オールスターのファン投票では、外野手4位となり、 9年連続のファン投票選出はならなかったが、選手間投票により10年連続の選出。8月末から脇腹通となり、残り試合の多くを欠場。前半の不審もたたって2006年まで9年連続で継続してきた30本類が100打点には届かなかった。プレーオフではワールドシリーズ優勝までの全14試合に出場して46打数16。 アンダー、打率、348、16打点、4本塁打を記録。最終戦を除く全試合に出塁し、出塁率は、508であった。地区シリーズ第2戦で劇的なサヨナラ3ラン。フルスインディアンスを相手にした、リーグ優勝決定戦では、初戦で、オルティーズと合わせて、全10打席で出塁。ワールドシリーズ終盤はやや失速したが、3年ぶりの、 世界制覇に大きく貢献した。このシリーズで、バーニー・ウィリアムスの持つ22本を超えて、単独トップとなる24本類が、最終的に29本まで、シンは、ギネス世界記録に認定、リーグ優勝決定戦、第5戦までに記録した15試合連続安打、ピートローズと並ぶ、歴代最多対、1ポストシーズン最多の3、押し出し支給など、多くのポストシーズン記録に名を連ねた。 前半は、まずまずの成績を残し、5月31日の、オリオールズ戦では、史上24人目となる 500HR を放ったほか、オールスターにもファン投票で選出された。しかし6月5日のレーズ戦にはベンチで、ユーキリスト・コゼリアへ起こし、同月末には、チケットの手配をめぐって、球団職員に暴行したと報じられるなど、後に謝罪トラブルが続いた。 7月に入ると表立って、球団批判を繰り返し、自らの放出を容認するなど、ヒートアップ、トレードは必死と見られ、マーリンズが有力な遺跡先として報じられていた。2008年7月31日にパイレーツを加えた三角トレードで、ドジャースへの電撃遺跡が発表された。このトレードでは、レッドソックスはパイレーツから、ジェイソン・ベイを、パイレーツは、レッドソックス。 ドジャースから若手選手4人を獲得した。それまでつけていた背番号24は、ドジャースでは、ウォルター・オルストンの永久欠番となっており、フェルナンド・バレンズエラ以降着用者がいなかった34で一度合意したが、最終的には99となった。また、レッドソックス時代のトレードマークだった、ドレッドロックスは監督の上通りと会談できることになった。 移籍後は53試合で打率。396本類打17打点では、出場試合数と同じ53を記録。8月には、月間 MVP を獲得するなど、ドジャースの地区優勝に貢献した。プレーオフでも好調を維持し、リーグ優勝決定戦までの8試合で打率。524本類打10打点、出塁率は、 667。自身の持つポストシーズン最多本塁打を28本に、更新、打点も、現役選手最多となる74に伸ばした、歴代では、バーニー・ウィリアムスの80に次ぐ2位。シーズン終了後 FA になったラミレスは代理人の、スコット・ボラスと共に6年契約を要求したが、36歳の、高齢や、金融危機が影響で、 ラミレスとの高額契約に手を挙げる球団は少なく、所属していたドジャースとの交渉が主だった。契約交渉は難航し、キャンプイン後も所属球団が決まらなかったが、ドジャースに2年4500万ドルで残留が決まった。5月7日にはドーピング検査でアナボリックステイロイドの副作用を消す。 禁止薬物の人重猛生後などトロピン HCG の陽性反応を示したとして50試合の出場停止処分を課された。同年7月30日にはニューヨークタイムズ氏によって2003年のドーピング検査でもデビット・オルティーズと共にステロイドに陽性反応を示していたと報じられた。2010年は8月まででの打率3118本類だ。 40打点でシーズン途中に移籍。8月30日、ウェーバー工事でシカゴホワイトソックスへ移籍。打率261本塁打1、打点2と定調な成績だった。年俸200万ドルの1年契約でタンパベーレーズに移籍した。開幕直後の4月8日に現役引退を発表。その後、この年のスプリングトレーニング中に行われた。 ドーピング検査で禁止薬物に陽性反応を示し、MLB 機構から2度目の100試合出場停止処分を命じられていたことが発覚した。レイズ球団本部は、我々は驚き、そして失望しているとコメント。レイズの試合に出場したのはわずか5試合で、17、打数1安打、打率。059、0本類打、1打点。しかし、9月に処分を受け入れて、 現役復帰を目指す意向を示した。2月20日にオークランドアスレチックスとマイナー契約で合意したことが発表された。6月15日に契約を破棄する要求団に申し出て対談した。2月、台湾、議題、ライノズとの契約に口頭で合意したと報じられたが、3月7日まで MLB との球団と契約できなければ議題でプレイするという条件付きであった。 12日、議題と推定年俸30万ドルで正式契約を交わした。議題の主催試合を中心に、ラミレスの出場試合には、大勢の観客が集まり、第3回 WBC 以降の台湾プロ野球の観客動員数増加に混したが、6月19日、家族と離れて長くプレーすることはできないとの理由で、対談を表明した。2013年7月3日にテキサスレンジャーズと、 マイナー契約を結んだ。トリプル A 級ラウンドロックエクスプレスで30試合に出場したが、8月13日に球団が契約を解除したと発表した。5月25日にシカゴカブスとトリプル A 級アイオワカブスの選手兼任コーチとしてマイナー契約を結んだ。選手としては主に指名打者や代打として24試合の出場で打率。222、3本塁打。 アップス648を残した。オフにはドミニカ共和国でのウィンターリーグに参加。2月24日に選手兼任コーチ契約から新たにカブスの球団フロント契約となり、メジャーマイナー両方の打撃指導に携わる打撃コンサルタントに就任した。球団フロント入りに際して選手として現場を離れるが現役引退の表明はしていない。 2016年12月、日本の独立リーグである四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスへの入団を検討していると日本のスポーツ紙で報じられた。この報道に対して、コーチ球団側はその時点では、ラミレスガーと直接の接触を取っている状態ではなく、具体的な話には至っていないとしていた。年が明けた2017年1月9日、コーチ球団は、 ラミレスとの入団交渉がまとまり契約が合意に至ったと発表した。背番号は99。高知球団オーナーの北、小見鈴太郎によると、前年秋にアメリカで実施したトライアウトを契機に接触があり、その後の交渉では、所属選手のザック・コルビーの援助があったという。3月7日に成田空港経由で高知入りし、成田空港では周囲に人が集まって警備員が、 注意する一幕もあった。3月9日に高知市内で記者会見を開き、情熱がある限り野球を続けたい、NPB 入りも視野に入れていると述べた。球団関係者から登録名がマニーになること、4番指名打者で起用する方針であることも明らかにされた。契約内容については、球団側は当初非公表としていたが、4月20日になって契約期間が NPB への今季の移籍期限となる7月31日までであること、リーグの公式戦に出場するのは前期日程が終了す5月までであることを明らかにした。球団では8月以降の契約については引き続き交渉中としていた。前期は18試合に出場、打率463本塁打20打点の成績を残した。前期最終戦後の会見では、 コーチと契約を更新するかどうかはアメリカへの帰国後に家族と相談して決めると述べた。7月7日、後期もコーチでプレーすることが発表された。契約は9月末まででチームがリーグ優勝してグランドチャンピオンシップに出場する場合は別途契約交渉を行うとされていた。しかし、後期途中の8月17日に右膝の治療を理由として帰国した。 リーグは8月19日付で、ラミレスの選手登録を抹消、練習生に変更した。その後、ラミレス側から、経過報告などが、球団になされることがないまま、シーズン終了まで帰国せず、最終的な打撃成績は23試合に出場して、打率、413、3本塁打、22打点であった。コーチが、リーグチャンピオンシップへの出場を逃して、 ポストシーズンゲームはなくなったため、2017年の、高知でのプレーは終了した。シーズン終了後の10月の時点で、高知球団社長の梶田た中は、今のところ交渉はしていないとし、監督の駒田徳弘も、まずは、本人が現役を続けるかが、先と述べていた。リーグや球団から、正式な対談告知はなされていないが、2018年3月29日に、 発表された同年シーズンの選手登録には含まれておらず、事実上コーチを退団した形となっている。MLB 選手としては決して大柄ではないものの、広角に打球をスタンドに放り込む、超打力を有する。MLB 通算打率が3割超え、さらに555本塁打を放った実績を誇る、超一流の打撃能力の持ち主。一方で、 守備や走塁に難があり、たびたび評論家から批判の的とされた。特に守備に関しては、肩は悪くないが、打球の追い方と処理に問題があり、レッドソックス時代にスタッツインクが統計として出した PBP プレイバイプレイのデータによると、仮にグリーンモンスターの影響を加味したとしても、平均左翼種に比べて32ポイントも低い結果が出ている。 マイケル・リットマンが考案し、現在メジャーリーグで高い信頼を受けているアルティメットゾーンレーティングによると、この看板な守備のせいで、レッドソックスは2006年のシーズンを通ってみて、平均的な左翼手を置いた場合に比べ、その高い得点能力を差し引いて考えても合計で13得点も損をしている。好人物と言われているが気まぐれな発言、ボストンにいるとプライベートがないよ。 塔や、あからさまに、やる気のないプレイ、レフトの定位置で観客と一緒になって、ウェーブに狂じる塔を見せるなど気持ちの波が大きい。ラミレスの愛称の一つにマニービーイングマニーというものがあるが、和訳すると、マニーは、マニーという意味で、ラミレスの自由奔放なプレイスタイルや振る舞いから来ている。これらが原因で、彼のトレードをめぐる騒動はシーズン中のトレード期限、マニや、 シーズンオフの風物詩となっていた。また、メジャーでも指折りの高級鳥であったにもかかわらず、キャンプ中は自炊をしたり、ディスカウントショップで買い物をするなど、金銭感覚は庶民的という一面も持ち合わせた。ボストンの地元マスコミとの間で歪曲された報道が多かったということもあり、2005年から地元のマスコミに対して一切コメントしなくなったが、 2007年10月6日のアメリカンリーグディビジョンシリーズ第2戦対ロサンゼルスエンゼルス戦でさよなら3ランホームランを打った時にはその沈黙を破りインタビューで喜びを爆発させたその後もリーグチャンピオンシリーズやワールドシリーズでもインタビューに答え2008年以後もインタビューに応じている2008年には小児病院の運営資金を集めるチャリティに協力する たたため所有ししていた年製のーーーードリンカーンンンカをインターネットオークションで売却した無類のカーマニアでもある。レッドソックス時代はロッカーで松坂大輔と一緒に日本の車雑誌を読み、またアメリカではゴジラカーとも呼ばれ高く評価されている GT-R35 型を2台保有し、さらにプライベートで日本を訪れチューニングショップに依頼して、 約2000万円をかけて改造している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。